はい、今回は筋肉マンの最新話第437話についての感想や今後の予想などをお話ししていきます。そのため筋肉マン最新刊以降の内容が含まれていますので視聴される際にはご注意ください。前回はファナティック以外の五大国がその姿を表していたのですが、五大国というのは、まあ、何度も言ってるように時間超人の現時点での主力メンバーのような存在ですね。今回はその五大国が早々に牙を剥いてきた展開だったのではないでしょうか。それでは行きましょう。今回の感想です。一つ目がこちら、アリステラ禁断の石臼を引く。オメガ宗家の当主自らパワーを星に還元すべく禁断の石臼モルティエディピレを引いていました。まあ控えめに言ってね、超優秀な当主かなと思いますね。まあ自分がねアリステラが大好きっていうこともあるのですが、これによってアリステラが一時的に弱体化するのはほぼ確定かなと思うのですが、要はアリステラって対戦相手からパワーを得て超人強度を強化できる得意体質だったんですよね。まあ例外はあるにせよ、基本的に超人強度って生まれてから死ぬまで不変のものとされていたんですが、アリステラはちょっと違ったわけなんですよ。ただ今回石臼を引くことで今まで得てきたパワーのほとんどというかほぼ全てをね、腰に返すのではないのかなと思うので、本来の超人強度95万パワーで参戦するんじゃないのかなと思います。ただ対戦の際には豪華のクソ力を発動することもほぼ確定と言っていいでしょう。そのため苦戦するのは必至なのですが、熱いドラマが展開されるのではないかと今から期待しています。まあ、さっきも言ったように大好きなアリステラにね、見せ場が与えられることに期待したいかなと思います。エクサベーターがかっこよくなった。どうでもいい理由で一押しの時間超人となった黎明の国エクサベーターさん。このどうでもいい理由っていうのは、自分が過去に超神のメンバーとして黎明の神が登場すると予想したっていう全くしょうもない理由なんですけれども、基本的なデザインに変更はないんですが、要はね顔の部分がちょっとシャープになって、前回と比べると格段にかっこよくなった印象ですね。あくまで個人的な感想なんですけれども、これによって強キャラ感が増した感がなくもないかなと思います。誰と対戦するかは全くわからないのですが、作中で一勝はすると確信しています。他の方が予想されていたようにジャンクマンあたりと対戦するんでしょうかね。ショベルカーを思わせる右腕を見ると、オメガメタモルフォーゼでショベルカーに変身していたジオメガマンディクシアの方をね思い出すのですが、復活したディクシアと対戦する展開などがあるのでしょうか。マリキータマン瞬殺。この第437話ではマリキータマンとパピヨンマンの昆虫対決も実現したのですが、手負いのマリキータマンがパピヨンマンに瞬殺されてしまいました。なんというか、これもマリキータマンの役割の一つになっている感はありますね。直に言ってしまえばかませみたいな感じなんですが、砕けた頭部のね描写がかなりえぐかったんですが、まあ死んでないかなと思いますね。これ他の方も結構言われていたんですが、フルメタルジャケット戦のあの時と比べればまあえぐい描写ではあるんだけど、まだ軽症な方なのかなとは勝手に思ってるんですけど、どうなんですかね。頭部があれだけ砕けてるんですけどね。パピヨンマン VS マリポーサ。最後はパピヨンマンとマリポーサがいきなり対決する流れになっていました。これに対してはね、思わず X でポストしてしまったのですが、最後のコマのマリポーサがねかっこよすぎてね、なぜかね涙腺が潤んでしまいましたね。直感的に敗北すると思ってしまい、悲壮感のようなものを感じ取ってしまったんでしょうか。あとねこれね、王朝と書いてマリポーサと読むね、あの最後の煽りもねかっこよくて一人で大興奮していたわけなのですが、過去にもああいったね表現はされていたんでしたっけね。
ファナティックが相手であればほぼマリポーサ敗北と思ったのですが、パピオンマン相手であればね、勝利の可能性もある程度は高まったんでしょうかね。パピオンマンがただね、もしここで落ちるようなことがあればね、五大国よりも強い時間超人が登場するのはほぼ確定なのかなとは思うんですが、これも前回言ったようにひょっとしたら後でね、生み出された時間超人の方のが強力な存在になる可能性はありますよね。手負いのマリキータマン瞬殺したキャラといえば他にはね、あのサタンがいるわけなんですが、そう考えるとね、ひょっとしたらこれはマリポーサ勝利の予感かなとね思ってしまう感もあるんだけど、まあ別にサタン様をディスる気は毛頭ないんですが、とは言ってもね、正直ね、現時点ではマリポーサ敗北濃厚だと思うんですが、頑張って応援しながら読みたいかなと思います。ひょっとしたらカオスが助けてくれるかもしれないなと思ってるんですが、どうでしょうかね。次回更新予定日なんですが1月の15日ということで再来週になりそうですね。で、次回はね、パピオンマンとマリポーサの超対決が始まっていくのではないかなと思うので楽しみですね。ということで今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。